重大な発表と言いますのは、実はこの度ヴィレッジヴァンガード様とクーチャンネルのコラボ企画第3弾が実現いたしました。というわけで、各アイテムの推しポイントをクーがご説明します。最初にご紹介しますのはこのクーニャンぬいぐるみです。どうですか皆さん、このクオリティ。こちらのデザイン画からスタートしたのですが、途中30センチで制作ができるところがない、見積もりが高額になってしまったり、様々な難題が降りかかりましたが、今回なんと30センチでは当初の設計のサイズで、しかも6000円というお求めやすい価格を実現しました。ヴィレッジヴァンガード様にはかなり無理を言いましたが、実現していただき誠にありがとうございます。このぬいぐるみは高山忍先生デザインのレインコートクーニャをベースにデザインしており、フードの脱着が自由にできる仕様となっております。また目や口などはフェルト造形ではなく、すべて刺繍で仕上げていただいております。素晴らしい。手触りもこれベロワっぽい感じで、非常に触り心地良しです。ちなみにスマホを置くこともできます。今回のコラボでの目玉アイテムですので、このチャンスにぜひゲットしてくださいね。次はなんと前川郷屋台通りにあります福引き会場、そこでの景品でもあるあのうちわが超美麗 3D 化として登場です。こちらは今年のマイクラ肝試しで参加者さんが福引きを回している様を、自宅からこのうちわを使いながら後方腕組みできるという神アイテムになっております。さらに坂町からは夢ぐりセットの桶に入っている手ぬぐいが超美麗 3D 化。以前からブースのクーチャンネルショップで販売しております坂町温泉 T シャツとお揃いのデザインとなっております。そしてマイクラ肝試しファンが待ち望んでいたスポンサーカード専用アルバムの登場です。デザインは肝試しの思い出デザインと前川観光デザインの2種類となっております。皆さんカードの保管場所に困ってるだろうなと、常々思っておりましたので、こちらもヴィレッジヴァンガード様に空から無理を言ってですね、価格をかなり下げていただきました。ぜひこの機会をお見逃しなく。次はアクリルキーホルダー。こちらは出先で写真を撮影する際のお供になるよう全身仕様で作りました。テーブルなどに置いて撮影できるようスタンドも別パーツで付属してもらってます。CD スポットで撮影する際はぜひこちらの顔で出てください。クリアケースは小物入れとして使えます。デザインは腕試しからじゃんけんシステムとなっております。また靴下はフライングクーニャ、ジャンピングクーニャと腕試しからのワンポイントデザイン。 iPhone 用のケースはレインコートありなしの2種類、多少機種が限定されておりますのでご注意ください。 Android などをお使いの方はこちらの手帳型のスマホケースをご用意しました。 M と L のサイズがありますのでこちらもご注意ください。以上が第3弾コラボのラインナップとなっております。今回は先行販売となっておりますので、ぬいぐるみに関しては数量限定です。クーも太鼓判のぬいぐるみです。欲しい時が買い時と言いますので、ぜひよろしくお願いします。またマイクラ肝試し2024も絶賛制作中です。今年はどんなテーマか皆さん今から予想してみてくださいね。ではヴィレッジヴァンガードコラボ第3弾のお知らせでした。